はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。プロウーバーイーターの、T 君なんですけども、このメイトバイクを使ってウーバーイーツの配達をやってくれてるということで、今日はちょっと実際プロも認めるメイトバイクのスペックが一体どんなものなのかっていうのをちょっと実際動画で検証していきたいと思います。準備バッチリですか？もうオーダーも入ってるんですもんね。そうですね。じゃあ急ぎましょうはい、ここですか？あ、クレープ屋さんなんですかね。ですね。ちょっと拾ってきます。はい。早いっすね。早かったです。では行きますか。はい。どのぐらいの距離ですか？ないぐらいですね。3キロぐらい。了解です。クレープすぐ届けるからね、待っててね。着きますか。全然早いですね。この辺のビルですね。ほう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 。着きました。ということでですね、まあ、1軒だけなんですけど、ちょっとついていかせていただきました。まあ、もともとこのメイト以前から、まあ、ウーバーやってらっしゃって、
ピストでやってたっていう感じですもんね。どうですかこの乗り換えてみてから。いやー、楽っすね。やっぱ圧倒的に、圧倒的に楽、体力的に、体力的に。なんか1日何件ぐらいとかやって。大体20件ぐらいとか。はあはあはあ、20件ぐらい。メイトに変えてからなんか件数的な変化って増えましたね。20後半とか30いっぱいかないか。30、それって結構ですよね。その普通の自転車だと、まあ、20ちょいとかが限界なのが30ぐらいとか伸ばせるようになったっていうことですよね。30件とかってなったらどのぐらいの。1万4、5千円だ。っていうことは、ん？ 1万4、5千円で20日間ぐらい働くと30万円ぐらいいけちゃうっていうことですよね。で、メイトバイクが30万円の消費税なんで、ちょうど1ヶ月ぐらいで返せちゃうってことですよね。返せちゃうっていうか、ペイできちゃうってことですよね。これ、変な話、アシストを使ってない時とかもあったりするんですか。まあ、下手なところだったら、あのギアを軽くしちゃえば、はいはい、全然こう自力で走れちゃう。はい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 、まあ、切れるとこは切ってみたいな感じで。体力的にきつくなってきたらしっかりアシスト。あの急な都心とか行くと坂とか多いんで、はい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 、そういう時にあのアシストを。そうですね。このメイトバイク、ウーバーイーツ配達されてる方にもおすすめですよね。そうですね。結構乗っててやっぱ楽だし楽しいですね。楽しいのが一番ですよね、やっぱり仕事とはいえ。そうですね。楽しく配達して待ってる人にね、ハッピーを届けるお仕事ですからありがとうございます。これからもちょっとメイトでガンガン配達しまくってください。どうもありがとうございました。